吉祥院天満宮は京都市南区にある神社。由来によると、京都市上京区の北の天満宮より早い934年に創建された初の天満宮である。菅原家が信仰する吉祥天を祀る吉祥院を邸内に建立し、宇治寺としており、菅原道真高生誕の地とされる。菅原道真の祖,祖父、恥振る人のが、 平安遷都に最始天皇の友として入教したまった地で、ここに屋敷を構えた。祖父、菅原清忠の代で、還元政へ改正する。清忠が検討士として、党へ向かう途上、嵐に遭遇しながらも吉祥天女の霊言により、難を逃れ、以降菅原家では、吉祥天信仰となる。清忠が帰国後もしくは、道真の父、菅原忠自然が、 この地の寺邸内に祭り吉祥院とした。これが地名の由来ともなる。菅原道真はこの地で845年に誕生し、18歳で転居するまでこの地で過ごしたとされる。903年に道真が太宰府の地で没した後、この地に吉祥院成病を設置し、その霊を祭る。その後、恩領鎮魂のために須作天皇直眼により、 1934年この地に社殿を築くなどして、道真公の礼を祀ったことが始まりとなる。ありがとうございます。